皆さんこんにちは登録実務講習から始まる卓研試験への道というテーマで,ですね、えー、お話しさせていただきます担当しますのはレック専任講師水野と申しますどうぞよろしくお願いしますはい、それでは皆さん卓研試験ですね合格おめでとうございます であのこれあのまだ合格していない方はですねこれからの話聞いてもねうん、まあ、将来を見据えるという点ではいいですけども直接今関係ないですねまずは合格してからにしてください。で合格された方合格された方でもこの今からやる話全く必要ない方もいます。 この登録実務講習今日はですねこの登録実務講習のこの意義とかどんな内容をねやっていくのか「え大丈夫勉強あんまり時間ないんだけど大丈夫なんですか?」みたいにねそういうご質問が多いのでこの登録実務講習を受けるメリットそしてどういうことをやるのかお話しさせていただきますがこの登録実務講習ってそもそも2年以上の実務経験ががあるる方はやるしょうがないもんですよね合格しても登録をするのに2年間の実務経験がいる。 あの皆さん合格者ですすよよねね覚えてますよ、ね、あ忘れたあんなもんですよね10月にやったらねもう大体ね1ヶ月も経っちゃスパーンと全部忘れますからえじゃあ思い出してください2年間の実務経験があればこれいらないですでも2年間の実務経験がないと登録をするのにこの大臣の講習まあ大臣の講習ってもね 国土交通大臣がやるんじゃないですよ。国土交通大臣とかコロナだなんなら GoTo で今忙しいからね。こんな講習なんてやってられませんよ。やるのは私みたいな暇人です。えこの登録実務講習をやらせていただきますえ。で、その登録実務講習を受けて合格すると大臣が認定と。と大臣が能力を認定したみたいになるんですよね。うん、というこの講習ははい、開いていただき、この次のページのこのちょっと光っちゃってるんですけどね。 実務経験2年以上の方は合格したら合格証そのまま登録にいけます、うん、これ2年実務経験がない方は合格しても合格証だけじゃダメレックの登録実務講習、まあ、レックじゃなくてもいいんだけど一応レックなんでここ、うん、レックの登録実務講習受けていただいてそれに合格して修了証と合わせてはい登録ということになりますだからこれ合格だけじゃ宅建士とは言えないんです例えば皆さんは名刺に「宅地建物取引士」って 書いたら、アウチュですよ。書くんだったら、宅地建物取引士、合格者って書くんですよ、名刺に。合格者って書くんですよ。宅地建物取引士だったら、インチキ名刺ですからね。そこれどこでわかってます?。これね、分かってる方。いらっしゃるんですよ。宅地建物取引士、合格者って書いてある名刺。もらった。もうね。な、なんていうんですかね、これね。言っちゃ悪いんですけど。 な受かってうれしかったんだなでも合格者って書くのってどうなの,あの名刺に書くんだったら「取引書」もらって「取引して書いてくださいよ。あの合格者って書くっていや取引紙じゃないんだけど、ね、真面目だから「合格者」って書くんだけど名刺に「合格者」って書くのって「いやだったら書かなきゃいいのに」とかって,ってもらった方が思っちゃうんですよ。 だか受かってるのになんか余計なんかちょっと恥ずかしい感じなんですよもらった方がもら渡す方はなんか嬉しいから合格者って書いてあるんでしょうけどねだからまずねこの登録実務講師を受けるメリット名刺に書くために受けてくださいあとはやっぱりね苦労して合格されたわけじゃないですかしたらその記念品というかねやっぱりいい生きた証合格証書だけじゃなくて顔写真付きのこのあの例のなんか車の免許証みたいなの欲しいじゃないですかそのためには取りきっなきゃいけないですよねそうそのためにも受ける価値があります でちなみに2年間の実務経験ある方はこれスルーディ、ねうんまあ、ーでいいからもう聞かなくていいんで、えー、もうとりあえずもう早く取っとと、えー、いい必要書類集めていてください、うん、じゃああと合格だけでは宅憲士の業務はできないこれはご存知ですよね実務経験がなくても登録実務講習で宅憲士登録はできますそう2年間の実務経験の代わりに受ける講習なんです じゃあどういうふうにやっていくのとでどういうふうに言っててこれ申し込んでお金払っててそこら辺の説明私がやるのはいいらないですよね、うん、やっぱり皆さんはね気になるのはこの登録実務講師を受けて取引書を持った時にどういうメリットがあるか。でやっぱりね取引書を持ってる人と持ってないただの合格者だとやっぱり仕事できるのがね持ってる方が早いんですよ、うん。だから例えば転職とか考えてるとか方だったら「あ持ってんだねあじゃあすぐ来てよ」。 っていうノリにはなると思います。持ってないと、あいつもらえ年のうん、じゃあ早く持ってる方を採用しようかみたいにはなっちゃうと思います。だから自分の武器として転職就職の武器としてもしえタケン受けて合格してるんだったら、やっぱりもらっとくべきものです。もらっといた方が絶対です。その方が早いんで売りなんで、えー。ただデメリットなんですよ。自分でお金払わなきゃいけない。不動産会社でえいや足りないからさちょっと登録して特許をもらってよってなったら。 じゃあお金もらえますか登録実務講習の講習と登録の費用と取引所もらう費用って金会社からせびれるんじゃないですか、うん、だから待ってるっていうのも一つありなんですよね、うん、でも今私はこの今この講義やってるのはレックから登録実務講習を受けて受験生の方に合格者に受けてもらうようにやるガイダンスだから、えー、その待ってるという選択肢は私にはないです、うん、じゃあ皆さんは登録実務講習を受けるべきだ、えー、会社からもらうまで待つのも一つの手だけどええー やっぱり早くもらった方がいいですねって言,うざる言わざるを得ないということではい登録実務講習早く受けた方がいいですよじゃあ登録実務講習ってのはどんなことやるのとまずどんなことをやるのなんですか。これレックの特徴で2 2日間いるんですよで週またぎっていうのもあるしなんか朝から晩まででやっちゃうとかもあるしなかなかこうあのいろんなバリエーションに飛んでると思いますかなりねこの登録実務講習ってこの申し込み案内っていうところにこれカリキュマあるんですけどやっぱね数はね これかなり多い部類なんでねというか多分一番多いと思います。えということで、まあ、選びやすいというところですね。であとはどんなことをやるかかこ、ね、これから話さななきゃいけないけんです、うん、この登録実務講習は、はい、テキストこんな感じです。結構分厚いですね。であとはテキストの資料集、うん、あとこのワークブックこの3点使って登録実務講習ってやるんですが。 まず登録実務講習の内容は、宅検でお勉強した内容ではないです。うん、あの宅検でやる勉強というのは本当に机の上で法律のお勉強じゃないですか。で、この登録実務講習は、あのイメージとしては試験でやったお勉強って仕事で仕事で使ってるかったら、いや使ってない。仕事じゃあ,あんなことやんないよとか、え仕事じゃあこうだよっていうことって実は多いんです。 その橋渡し的なところだと私は思ってやってますだから試験でお勉強した内容をあのこれ試験でやった内容が無駄になることはないですよあの法律をちゃんとバックボーンを分かっている上で仕事ではこうだっていう仕事に活かすこれが一番大事なのねその橋渡しになるための講習なんですよだからこの登録実務講習は宅検の知識じゃないです宅検の知識がある人が仕事ではこういう風に適用するんだよっていうのをやる内容でどんな内容でやっていくかというと これねテキストの中身で、ね、もう開いちゃって、まあ、見せていいっちゅうんでねあの開いちゃうんですけどあのテキスト業務総論で媒介業務とはとか全体構造とか卓研士の概要とかまあテキスト普通の卓研のテキストとなんか似た感じですが全然違うのはこれなんです。はい、で皆さんテキストお持ちじゃないから14ページ開いてくださいってないんでね、うん、これ見せながらしかないんですがまずはこの登録実務講習2日間何をやるかですが。 不動産っていろんな種類があるのってご存知ですか？あのタケン取っていや不動産の仕事をしたいんですとどういう会社行けばいいですかと多分ねかなり幅が広いんですよ例えばです不動産でも土地を買って家建ててマンション建てて売るまあ自ら売りしてたやつですねまあデベロッパーってやつですねという要はマンション作って売る売って売って売りまくるというそういう営業の仕事もあれば。 え土地を仕入れるという仕事もあれば、えー、あとは仲介売買ですね、えー、仲介で仲介売買賃貸ありますよねんだから賃貸だけひたすら仲介やってる業者さんもありますよね売買だけひたすらやるってこともありますよねで売買でもマンションしかやらないもう戸建てとか道路とかね大変だからもうの土地とかやらないもうマンションひたすら仲介やってるマンション専門で仲介やってるとこもありますし。 えー、もうあと不動産では管理ね管理というのはどっちかというと中海とかじゃなくて、えー、この不動産を管理するのが仕事で本当は管理会社管理本当に管理だけだと宅地建物取引業の免許はいらないんで取引所資格はいらないはずなんですけどねところがやっぱり中海とかもやってる管理会社の方が圧倒的多いんで、えー、あとは自ら主で自分が売った物件を管理するという。 え自分の会社でやるなり関連会社でやるなりまあどちらにしろ不動産っていろんなことをやってるところがあるんでだからあの要は種類がね対応化してるんですよねすごくだからもう何をやったらいいか分かんないんだけどとりあえずこの登録実務講習は仲介です。売主主側業者買い主側業業者者買それぞれぞの立ち位置になってえ、まあ、とりあえずねあのこの登録実務講習は売り主側の業者の取引士営業マンとして 担当を持つんですよ。え、受付いらっしゃいませ。そして物件調査する。で、この物件調査の話は、うん、そうですね。一日目のどうですかね。8割ぐらいやります。物調の話、物件調査の話。どうやって調査するか。陶器を取りに行って、ね、その陶器でこういうところに注意する。あと現地行って、現地でこういうところを注意するっていうようなのをこの資料集っていうのを見ない、ね。この資料集というので。 まあ、事例が出てるんですけどねうん例えばこのチェックリストの使い方とか、えー、この面接聞き取り調査現地調査のチェックリストとか、えー、あと教会があるとかないとかこの教会のねあの調査の仕方とか、えー、そういうのをこの資料集を持ってやりながら物件調査の話をするんですよ。この物件調査のことをどうやるかなんて宅検試験出ませんからあの物件調査でも例えば法令上の制限調査でその法令上の制限のルールはやりましたよ。 うん、でもその調査の仕方とかは全くやんないじゃないですかえそういうのを、ね、やるのが登録実務講師なんですあと査定価格査定ってやつですね根拠を述べなきゃいけないぐらいは試験でもやりましたけどね、うんまあ、具体的にどういうものを使って査定するのかとかあとは依頼売買契約締結してレインズに載せるそのレインズに乗せてそしてそのレインズ載せましたっていう証拠証明を売り主に,に渡すんですねちょうどその頃、はい、買い主側業者に買いたいって人が来た受付。 どんな家が欲しいのか、ね、理想の家ゆうそれで探すレインズとかで探す、ね、売買契約を締結して探す広告が出て、まあ、レインズとかからね PDF とかで印刷してこれまあ図面とかに、ね、買い主になる予定の人に渡すわけですよあいいねこれ見たいねって言ったら案内する現地案内そしてこれね残念ながらあんまり時間がないので、まあ、あのこの登録実務講習の講師って 実務経験7年以上取引士として7年だから仕事やって7年じゃなくて取引士として7年専任でやってないとねなれないんですよだからあの宅建の講講講義やっってても登録実務講習の講習ははできない先生はい,っぱいいい先生ぱます、うん、じゃあこれそのいろんなそのバックボーンがある先生たちなんですけど資金計画ってこれローンの話なんですよローンをどう通すかっていうねで賃貸しかやってなかったらこれねできない分かんないです じゃあ売買じゃあできるか売買をねバンバンやってたらでるくらだったらこれね会社によって状況全然違うんですねローン付けって。例えば大手さんでねすごくねあの有名どころだとね定型ローンっつってねその会社の信用でね通りやすいローンとかもあったりするんです。うちみたいにね本当しょっぱいね会社だと信用も何も何にもないんでね本当お客さんの属性任せでしかローン通せないみたいなそういう会社もあるんですよだからこれね資金計画って会社によって全然違うから大事なところなんですけどね。 あんまりお話はできませんただまあこの資金計画の重要性なんかをお話ししたりそして条件交渉して一致して売買契約書案作って重設もうこれなんて試験で35条書面重要事項の説明え、重要事項の説明して納得して契約書を作るという契約書は重設の後じゃないですかところが見てください前に来てるんですよね案作るんです要は重説と同時並行に売買契約の案作って その案をお客さんに渡してみせる。で、特に売買の場合なんかは、その案を読み合わせて、ね、やるんですよ。で、説明するんですよ。疑問があったら質問されたらね、この規定はこういうことですって説明するんですよ。だから試験では売買契約書三十七条書面は説明はいらないってなってんじゃないですか。仕事だとするんですよ。契約書は重説の前に作っておくんですよ。 契約した後に作るんじゃなくて契約縦説の前に作り始めるんですよ。違いが出ますよね。試験と違いますよね。うん。そういうのがなんでそうなるのかっていう話まあ、していくんです。ね、でちなみに売買契約提起して決済引き渡しで決済引き渡しも決済という言葉自体でもうねこう考えてです。あまあせっかく聞いていただいてたから失礼ください。決済ってお金払うことなんですけど。 だいたい不動産の売買の取引で決済の日って言ったら代金払って鍵渡して登記する日だから登記する仕事で司法書士さんって言いますよねだいたい司法書士さんにあ登記お願いするからいついつ来てと立ち会いに来てとだいたいこの決済引き渡し言ったらあの業宅建業者の事務所でやるよりも銀行の室でやることが多いですあの銀行の室でえ売り主買い主売り主の業者買主の業者司法書士え 融資の,の人もいてね、近くにいてね、売り主、買い主の登記に必要な書類が全部揃ったら使用書士が OK ですと、そうするとね、分かりました、先生から OK 出ましたって言っ融資、ギャーンと、買い主の口座に振り込む、ね、で、買い主は売り主にバーン振り込む、払う。要は、銀行の質でやった方がね、早いというか、スムーズなんですよ。だから大体いい銀行の質でやったりします。で、この登記する日、お金払う日、引き渡し、同じ日にやるというね。うん でここら辺は試験の勉強でもね気づいてやってる方もいるんですけどやっぱり仕事ではあそうかやっぱりお金払わないと登記ってしないのねっていうねそういった気丈の話で今までねあの勉強してたのを実際こういうふうにやりますよなんていうねそういう内容をやっていく要は売買の仲介というのをもとにえこれを一連の流れを2日間でやるというそれがね登録実務講習の内容でございますでここのの登録実務講習は要は要売買の仲介これがメインでやります。 じゃあ賃貸しかやってないからうち関係ねえよと「いやいやいや今賃貸やっててもね将来的に売買をやろう」とかねいう方は絶対いるんですよ。であとは「いやうちうちだって売り主だからさ関係ねえし」と「いやいやいや自ら売り主ね仕入れやってね売る売るのが仕事でもこの仲介のね知識が入っていることによって見えてくるものもあるんですよ。やっぱり、ね、仲介ってもう売り主関係して両方の知識がいるからね一番やっぱりこの何ですかね全体を見れるんですよね。 とということで、ね、売買の仲介というのの,の流れでこの登録の講師はやっていくというこれが内容です。であと気になるのは、えー、ここには出ているんですかねあ出てますねこの終了証というねでこの終了証ということで下見てくださいあのお申し込み運営はもう私は話しませんよえ通信講座で自宅学習と。 さあこの通信講座でね、うん、DVD が来てね、まあ、今12月とかで申し込むとね正月返上で見なきゃいけないんですよ見なきゃいけないっていう言い方はダメですね見れるんです楽しいですよ、うん、楽しいかどうかわかりませんけど私はやってねえからえ、まあ、この通信講座やってでスクーリング2日間12時間拷問みたいな感じですよね12時間も朝から晩まで、うん、なるべく頑張ってえ面白い話するようにしますのでえであまあ私はね私担当したらね 長時間の講座でもねつら,つらすぎると思ったけど面白かったからよかったですと、ええうんまあ、そう思ってもらえるように頑張ります、ええということで2日間拷問みたいなのをやって何よりも気になるのがこれスクーリングの最終日に終了試験を受講いただきます。丸問期日20問ここなんですよね一番の気になるところがでこれ終了試験だいたい合格率がね、まあ、90何パーって言ってましたね。うん、90何パー ちょっと何パーか具体的な数字わからないんですけどあのだいたいなんか昔聞いた時は95とか言ってましたえ95%ですよ95%ですよ1 5 1 5 6パー7パー8パーぐらいのねこの超難関の卓球試験合格した人が95%の合格率の試験に落ちるわけねえじゃないですか安心してくださいよとは言ってますよ。18パーの競争に乗り切って合格した人の中で95%ですから。 俺やべえかも私やべべええかかもも私ってなりますよね、うん、でもね実際ねこの95%ってまずあのこの,この、ね、登録実務講習は遅刻が許されないんですよ。うん、遅刻するとねお金払ってる人でも容赦なく帰らせられるんですよ。あと居眠り、ね、えー、だからもうよく寝てきてください。前日勉強とかいらないからもうよく寝てきてください。もう,もう前日ガーとか飲んでたらダメですよ、えーね。ちゃんとゆっくり寝てね元気な状態で来てください。そうすればね起きて聞いてりゃ受かりますから。 なんでかとというとねこの丸抜 ○×20 文記述20ムってバツ、まあ、は、ね、いけると思うんですけどいやーでも思えてないかもしれないとか、えー、どうですこれねあのまあはっきりとおきますよあの登録実務講習で「ここガーッとチェックしてください」って言いますガーッとチェックしてくださいとガーッとチェックって言います私は、うん、チェックしてくださいそこがね出るとは言いませんよ出るとは。 で出るとは言いますよ出るなんて言ったらバカにしてるみたいじゃないですかチェックしてそこ出たら、うん。でも出るんじゃないですか出るんじゃないですかこういう資格はこういう試験は。そうです作家試験だと「線塗れ大事だ」って言っても出ないこといっぱいあるくせに「バンバン出るんですね」という出るところを教えてくれちゃうようなそんな感じのニュアンスですかね。あーでも「線塗っても覚えられないよ2日間じゃ」と。いんや持ち込みかなんです書いてないけど。 持ち込みかってわかります丸抜の試験やってる時に持っているんですよ見ながらでいいんですよ見ながらですよ見ながら丸抜やるんですよ落ちたらもう人間じゃないですねそんな世界なんですよいやーでもそうは言っても記述式ってあるじゃないですかとですね記述式ねうん。貸し担保責任ってあーよかったですね貸し担保責任でも言葉がねうんの改正になって契約不適合責任だったか えまあ、それでもそれでもなんか難しい漢字とか出たら「いやー漢字なんて練習しなかったマークシートはやったけど」と「うん大丈夫です」この記述も見ながらやるというかこのワークブックってのなんですよ。でワークブックでこれ契約書とかねそういう大事なところに穴埋めするんですよ。その穴埋めした内容を、はい、同じようにやるだけですだから2日間契約書とか重説の作り方をちゃんとどこの資料のどこを読み取ればできるかが分かってればできるもんだよかるんです。 要は寝てなななききゃ誰でもででもるような試験なんです、うん、じゃあ落ちてるのは何だと2日間ですよねいやどうにもお客さんとのトラブルで帰んなきゃいけないとかあと遅刻ですね居眠りとかねあと本当体調悪くなっちゃう方もいるんですよ2日間12時間拷問みたいな感じだからいやもう本当気持ち悪くて吐き気がするんですとまあ今の時代吐き気とかねあと咳もろくろくできないじゃないですかコロナで。 えー、だから咳とかすると周りに迷惑だからもう帰りますとかねそういう途中で帰った人も含めての合格率なんですよだからちゃんと健康な状態で来てそしてちゃんと受けて起きていただければ普通終了できるんです、うん、万が一うっかりマークシートを丸抜全部位置ずらしちゃったとかそういう場合はこういうにも書いてあるより無料で再受講ができるとえー、どうです,ですって、えー いや、そんなレアに皆さんがなったら逆にすごいですね。うん、というようなところなんで、まあ、忙しいから今やめとこうというよりは2日間ちゃんと時間が取れれば、まあ、いけるというね。まあ、そういうものでございます。なので結論いきます。この登録実務講師を受けることによって、やっぱりね、実際取引士って名乗れる。これがまずメリット。で、取引所を持ってるってなったら就職定職に即戦力じゃないですか。えー、これ実際持ってないと、じゃあ登録して講習行ってとか言うと。 時間がかかってね仕事をやりながらこう空いた時間探しながらだとねあの法定講習とかね2か月ぐらい先じゃないとねできないんですよ。そうすすするるるとねねごく時間かかかって半年ぐらいいかか人もいるんですよ、ねうん、だったらね1年以内合格から1年以内だったら法定講習いらないじゃないですかとりあえずもらっとく、ねまあ、不動産に興味があるせっかく合格したんだからもらっとく、ね、取引所をえそして記念品として、まあ、記念品としてって,っても本当はね期間もあるしたら5年で返さなきゃいけないんですけどね。 なんか持ってる人結構多いような気がしますよ。うん、ということでまずはまあせっかく受かったんだから登録実務講習受けて。 登録してそしててててそ取引書をねねぜひもらっっいいいいたただきたいなと個人的には思っておりままますすす次第でございます以上でごござざ以上皆さんが、ね、登録実務講習をね、えー、来ていただいて受講いただけることをね、えー、本当にねあの、うん、お祈りしてるというかね、うん、あのぜひねお待ちしてますんでねよろしくお願いしますそしてこの不動産業界に足踏み入れていただいてね、えー、もし仕事で会うことがあればどうぞよろしくお願いしますと言ったところでね本日の話は終わりにしたいと思います、はい、それでは登録実務講習から始まる「宅建けんへの道ということでえー お話しさせていただきました、はいえー、本日は皆さんご清聴ありがとうございましたそれではお疲れ様でした